タービン発電機タービン発電機はタービンで駆動される。発電機で流体の持つ位置エネルギー、圧力エネルギー、速度エネルギー、すなわち運動エネルギーから得られる回転力を電力へと変換するために用いられる。前段のエネルギー形態としては水力、火力、原子力などが一般的に用いられる。タービン発電機といった場合、競技では気力発電に用いられる。 蒸気タービンで駆動される発電機を指す。水力発電で用いられる、発電用水車で駆動される発電機は、水車発電機と呼ばれる。タービン発電機は軸方向に長く、軸を水平に寝かせたものが多い。大型の気力発電所では、前段のエネルギー供給、変換装置とタービン部分を個別の建物に設置する場合がある。このタービンを格納する施設は、 タービン立て屋と呼ばれる。タービンの高速回転に対応するため、直結される発電機は直径を小さくし、軸方向に長くしている。磁極数は、通常、火力機で2極、原子力機で4極が用いられ、かつ突出させないような構造をしている。なお、磁極数が2の時の回転数は、50Hz 用で 3000RPM、3000 60Hz 用では3600。 rpm である。境地や固定子に大きな電流が流れるタービン発電機において機器の冷却は重要である。容量100、MVA9 以下のタービン発電機では空気により冷却を行うことも多いが事業用火力、原子力発電プラントで用いられる容量100から1000、MVA9 のタービン発電機では通常冷却効果を高めるため機内に水素を封入して 冷媒としている。水素を空気と比較した場合の特徴を下記に示す。水素は可燃性、爆発性の機体であるが、空気や酸素などの除燃性機体が混合しなければ、引火や爆発は発生せず、適切に取り扱えば安全上の問題はない。冷却効果や絶縁力の向上とともに、機内への空気の侵入を防止するため発電機内の水素圧力は、 大気圧の2から5倍に高められており、さらに発電機を収める容器は、万が一の爆発による圧力にも耐えられる構造となっている。また、発電機の解放点検などの際は、機内で水素と空気が混合して爆発性雰囲気となることを避けるため、発電機内の水素を一旦に酸化炭素で置換し、その後に酸化炭素を空気と置換して、 水素と空気が直接混じらないようにしている。水素冷却のタービン発電機は、日本では九百五十三年に、東京電力潮田発電所三号機で初めて導入され、その後タービン発電機の大容量化が進むこととなった。参考、火力原子力発電費付造増法改定第四版「火力原子力発電技術協会、一方、固定子の冷却には、水素冷却よりも、 冷却効果を高めるため、固定紙の胴体内部に開けた穴に冷却用の純水を通す固定紙直接水冷却が用いられることが多い。高電圧が印加される部材を直接水で冷却することに器具を感じるかもしれないが、高純度の水は良好な絶縁体である。技術的には回転紙の水冷却も可能であるが、構造が複雑で危機器コストが高く保守も困難なため、 ほとんど採用されていない。タービン発電機の運転においては、基礎電力場で決まる固定種電流を危機器所定の制限値以内に収める必要がある。しかし、負荷の力率が低い場合、下記の要因によっても制約を受ける。実際のタービン発電機では、蒸気をまとめたものが可能出力曲線として定められており、運転において必ず考慮すべき重要な事項である。 最近のタービン発電機の効率は高く、大型の水素冷却機では99%を超えるものもある。なお、回転島まき線に超電動の導体を用いた超電動発電機は、冷時のための電力を大きく低減でき、系統安定度の面でも有利であることから、期待されており、内外で数万クバ級の試作機により実証が行われた。現在もコスト低減や、 信頼度の確立といった課題の克服を目指し、実用化に向けた研究開発が進められている。ありがとうございます。